はい、皆さんこんにちは。いや、ついに出ましたね、パジェロファイナルエディション。私も何を隠そう購入を検討している一人なのですが、本日は趣向を変えてファイナルエディションの特別装備内容についてお話をしていきたいと思います。まずファイナルエディションはエクシードをベースとした特別仕様車で、エクシードの基本装備に加えて次の装備が標準装備となります。本革シート、ルーフレール、電動ロングサンルーフ、リアデフロック、 SRS サイドカーテンエアバッグ、寒冷地仕様。そしてそれらの装備に加えて次の3種の記念アイテムが購入者に申請されるそうです。シリアルナンバーロゴ入りスカッフプレート、記念腕時計、ステッカー。そして気になるお値段ですよお嬢さん。三菱パチェロファイナルエディションは700台限定で453万600円。高い。また最終モデルを彩るオプションパッケージ、ファイナルエディションアクセサリーパッケージも用意されている模様です。ファイナルパッケージの気になる装備内容は、リアデフレクター、スペアタイヤカバー、マットフラップ。そして気になるオプションパッケージのお値段は3種セットで122,752円とのことです。ちなみにファイナルエディションが発表された時は500台限定生産とのことでしたが、海外生産分として確保していた分の200台をファイナルエディション分として販売することになり、最終的に計700台の限定生産となった模様です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。私は正直予算の関係で購入できるか分かりませんが、購入予定の方はお早めにディーラーに問い合わせた方が確実かもしれませんね。それでは皆さん、また会う日まで。